ないように十分お気をつけください。休み休みで、はい、テンサーアニバーサリー熊本県内フードバレーフェスタ開催中でございます、はい、楽しんでいただいてますでしょうか。どうでしょうか、はい、さあここからはですね、くまモンと県南の愉快な仲間たちということでステージをお送りしますよ、はい、これはじゃあ私たちはちょっと向こうにかけた方がいいですかね。そうですかね、いますからね。はい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 、はいはい、じゃあ、皆さんも大きな拍手でお迎えください。まずはお呼びいたしましょう。この方です、くまモン。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。ケツに当たられました。いやー今日も元気ですね。よろしくお願いします。いまいちで大きな拍手を。いやー、あの空気が一気に変わりますね。じっとしてない、落ち着かないですが、今日はですね、まあ、熊本もそうですけども今回これ県南のイベントということで県南のゆでキャラがたくさん来ておりますので、そうなんです。さあまずご紹介しましょうか、はい、まずはこちらです。トマピーン。さあご紹介いたしますとですね、冬トマトの生産日本一という安瀬で開催されていますトマトフェスタのイメージキャラクターがこのトマピンなんですね。かわいい、はい、なんかクマモの後だととても歩みがゆっくりな感じが、僕一度お会いしたことはありますが、はいはい、トマピン、あ、仲いいですねやっぱここはね。ちなみにトマピンはですね、はい、10月10日八代トマト畑生まれということで、そうなんだ、なんてな実際の男の子です。男の子だったの。とうですね、あー、なるほど。普段は八代のトマト畑にいるんですけども今日こちらに長谷さん、はい、はい、でご承知の通り、トマトのトマト、うん、あとあのトマトの栄養分のねリコピンのピンから取ってトマピンということで、はい、特技はですねトマピンダンス。トマピンダンスはやりますか。トマピンダンスちょっとできない。今日トマピンダンスと、はい、リコピンパワーでトマト料理を作ることだそうです。もうなんか今日間近で見たら、はい、ほんとかわいいね、トマトって感じのね、うん、色合いの形がね、はい、いやこのトマト ね、そうだよね。熊本のほっぺもトマトね、はい、さあ八代からトマピン来ていただきました。はい、さあでは続いてまいりましょう。続いては、はい、いつきちゃんです。どうぞ。なんかいつきちゃんもリアリティがある感じですよね。だいぶあの本当いつきの女の子っていう感じの。そうなんです。あの子守娘のいつきちゃんはですね、はい、いつき村のマスコットキャラクターとなっております。はいつきの子守歌がモチーフでして、12歳の明るく好奇心旺盛な女の子なんですけど、なかなかこれが登りにくい。足元の視界があんま良くないんでしょうね。いつきちゃん結構背が高かった。そうですね。ね、あのね、これプロフィールによりますですね、はいはい、最高速度は時速3キロ、小股なので人が歩くよりちょっと遅めって書いてあります。もともとだからその歩くのは速いわけじゃない。そうなんです、ね、それなのに階段まで今日は登らせちゃったんでね。大変でしたね。はい、いつき村からいつきちゃんです。大丈夫、よろしくお願いします。さあ続けてまいりましょうか。はい、続いては、続いてはこの方、エコバラちゃん。はい、エコバラちゃんは頭のバラがとってもキュートなバラの妖精の男の子です。はい、水俣市エコパーク水俣バラ園のイメージキャラクターとして2012年に誕生しました。うん、おエコバラちゃんはフットワーク軽いですね。なんかね、はい、なんか小回りが利く感じでいいですね。そうですね、ねえエコバラちゃん、よろしくね。私も何度かお会いしましたね。そうですね、おなじみですね。そうですね、はい、水俣市からエコバラちゃんです。はい、もう今日はみんな来てくれてありがとう。ありがとう。
ね。さあ、はい、それではこの後はですね、皆さんといったところで皆さんにチャレンジしていただきたいというですね、県南フードバレー丸抜クイズがありますんで、ぜひとも会場の皆さんも一緒に参加してください。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあこれからの簡単な丸抜クイズを出題しますので、はい、皆さんもあの丸かな罰かなって考えて移動していただくのかな、これは。あな、はいはい、はい、そういう形で楽しんでもらいたいと思います。はい、それでは早速参りましょう。第1問、大丈夫か。あ、トマトを食べてますね。あトマトだから食べられるんだ。美味しいから ね、 ね、他のキャラクターちょっと食べられないから ね、 ね、バラはギリギリいけるかもしれません。じゃあクイズいいですか。いいかな。はい、参りましょうか。はい、第1問、熊本県南フードバレー構想とは、熊本県県南地域八代、水俣、芦北、人吉、球磨地域の豊富な農林水産物を生かし県南地域の活性化を目指すものである、丸か×か。はい、お考えください。はい、さあシンキングタイム、どっちが丸でしたっけこれ。丸だと思う方は、丸だと思う方はごめんなさい、私たちが把握してなかったな。この方は熊本側に、丸はこっち、じゃあ罰は向こうに行きましょうか。ごめんなさい、すいませんね。じゃあすいません、丸だと思う方は丸だと思ってくださいじゃね。はい、はい、ですよ、皆さんその場で丸罰でも大丈夫ですか。はい、丸罰、はい、大丈夫ですか。はい、はい、はい、じゃあここで締め切り。はい、カンカンカン。ギリギリでクマも移動しましたね。はい、はい、では正解は丸です。そうです、ね、すごい、すごいな、よかった。はい、今日はのオープニングでもねご紹介しましたけれども、ね、平成25年3月に熊本県が策定しました熊本県南フードバレー構想は、熊本県県南地域、八代地域、水俣芦北地域、そして人吉球磨地域の豊富な農林水産物を生かし、食関連の研究開発機能や企業を集積させるフードバレーを形成することにより、県南地域の活性化を目指すものなんですね。はい、今回このイベントの会場には、その県南のいろんな美味しいものが集まっているということです。はい、はい、ということで正解は丸でした。じゃあ第2問参りましょうか。あ、バラを食べてますね今度。食べられるぞ、気をつけろ。気をつけて、ね、あのね、食べないで。口を拭った今、ね、じゃあ2問目参りましょうか。第2問です。熊本県南フードバレー推進協議会会員、こちらは今500社である、丸か×か。さあご移動ください。何社あるのか考えてくださいね、はい、熊本県南フードバレー推進協議会の会員現在500社で、丸か×か。さあこれちょっと難しいかな。そうですね、まあ、ちょうど500社なのか、うん、多いのか少ないのかありますよね。はい、はい、どっちかな。熊本も今考えてますよ。じゃあいいかな。はい、終了。はい、今回もゆるキャラちゃんたちは2-2 2-2に分かりましたね。はい、はい、さっきのが入れ替わっただけですね。はい、ちょっと移動が難儀っていうね人もいますからね。フットワークがね、はい、いろいろありますから、はい、さあ第2問、熊本県南フードバレー推進協議会の会員は現在500社である、正解は×です。500社じゃない、もっと多いということで、令和5年12月現在この推進協議会の会員は965社ということです。まあ500社の倍ですね。すごいですね、農林水産業が244社、食品飲料製造業者が183、はい、で飲食業、食品卸売、小売業、物流、金融から研究機関、行政機関など多岐にわたる事業者が会員になっているということです。すごいですね、およそ500の倍、いろんな形で集まっているということですね。はい、はい、さあいろいろ
バタバタやってますけど、すいませんね、原稿読んでたらね、ねえ、反撃に合ってるんだね、この本が、はい、仲良しです ね、はい、調子を直して喜んでおりました。よかった、よかった、よかった。はい、さあ、それではもう一問いきましょう、はい、第3問です。熊本県南フード市場は通販サイトで県南の美味しいものを扱っている、丸か×か。県南の美味しいものが揃っているのかどうか、はい、どうなんでしょうね。熊本県南フード市場、まあまあまあ、そうなんですよね、はい、まあ、この名前を考えていただけたら、ね、はい、正解わかるかな。フェイクだけでスティーキングタイムが楽しそうですねそれぞれのなんか特徴があって面白い、ね、はい、いつきちゃんがなんかもういつきちゃんは動けない、あの、はい、速度が遅いの で、 そうです、ね、あまり機敏な動きですね。時速3キロ、はい、はい、でまたトマピトマピってバランスがなんかちょっとアンバランスなところがいいですね。お顔とどうかね、どうだよ、お顔と ね、うん、ね、じゃあそろそろ行きますか。はい、はい、終了。さあ、皆さんお考えいただけましたでしょうか。正解は丸です。丸ということは熊本エコバラちゃんは全部正解ですか。すごい、ね、あれ、こっちが×だった。こっちが×だ。はい、こちら×です。こっちが丸か、うん、ということはパーフェクトは、あ、いないね、いないですね、2問1問ですね、うん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 、はいはい、解説を、はい、このですね、インターネット通販サイト熊本県南フード市場では、バンペイユのゼリーですとか、タチウやエビなどの水産加工品、栗を使ったスイーツなど、地域の特産品を使った美味しいものを取り揃えております、ぜひフード市場で検索してみてください。このフードはひらがなで、市場が漢字です。検索してみてください。まあ、ですから県内に住んでる我々はもちろんですけども、はい、県外にお住まいの方にいろんなものをお送りするというのも ね、 いいですね。お考えになっていただけると、はい、美味しいものがたくさんあります、うん、ご活用ください、はい、さあ参りますか。参りましょうか。はい、一段落しましたね。じゃあ、はい、続いてはですね、これは熊本は行けますよね、当然ね。あ、ね、うん、他の皆さんは大丈夫なんですか、熊本体操は。あれ、練習してきてくれてめちゃめちゃ目が合うんですけど、キャラクターちゃん。そうね、かわいい。聞いてない予感はないと思うんですけどね。え、はい、一応なんかね、真似事でもしてもらえれば。そうですね、はい、ね、皆さんもちろん台本読んでるよね。わー、読んでるよね。あ、エコバージョンさすがです。足の短さは一緒ぐらいだけど、多分エコバちゃんとトマモンだ ね、 ね、そうなんです、はい、同じぐらいですね。かわいい。トマピンとトマピンちゃん、いつきちゃんが一番足が長いんだけども、ね、あの歩幅が狭すぎるねえ、まあ、どんな感じになるか分かりませんが、ね、はい、はい、じゃあ次で熊本体操ですね、はい、じゃあお姉さんにお渡します。お願いします。ありがとうございます。お友達のみんなも一緒にね、マルバツクイズ挑戦してくれてありがとうございました。では最後は熊本体操で皆さんとね、一緒に楽しく踊っていきたいと思います。もうお友達のこと見すぎですあれあれ、うん、なんで知らないのってそうだね、気になるけど、いやいや、練習してないよって言いつつ、もう張り切って踊ってくれるかもしれない。そうそう、その可能性がありますからねね、ちょっと期待しておきましょうかね、くまモンね。さあ、ということで最後ね、くまモン体操踊っていきたいと思うんですけれども、ちなみに皆さん、くまモン体操知ってるよって方、はーい、おーいすごい、ありがとうございます。あれと、マサイハンさん、水上千代さん、本体操の方は存じ上げております、はい、はい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 、でも知ってるのと踊れるのはちょっと違うかもしれないです。マイク持ってるんで踊れないかもしれませんね。おっと、そういう言い訳ができるよね、うん、マイクを置いていただいてぜひ本格的一緒に、ね、踊っていただけると嬉しいです。全力で、はい、よろしくお願いいたします。もちろん知ってる方も知らない方もですね、一緒に楽しんで踊れる曲になっておりますので、今からせっかくですのでね、くまモンから皆さんと一緒に踊りたい部分をね、お伝えしていきたいと思います。皆さんしっかりですね、くまモンの
子もよく見ててくださいね。じゃあくまモン、今日どの部分皆さんにお伝えしていきましょうか。よいしょ。さあ皆さん何のポーズか分かりますか。シーシー、あれ、ああ、聞こえてきました。もう一度皆さん、せーの、ありがとうございます。大正解です。くまモンが表しておりましたのは熊本城のポーズになります。え、どこがって思われた方いらっしゃったと思うんですけれども、まあ、もう一度熊本城のポーズよかですか。熊本城、はい、皆さん今ですね、短いお手手で頑張って作っております三角形、こちら熊本城の天守閣を表しております。皆さんはですね、頭の上で三角形を作ってください。くまモンはちょっとお手手が短いのでちょっとね、できる思考で頑張っていきたいと思います。さあお友達もちょっと頑張って作ってもらいましょうかね。ではお友達一緒に、せーのでいきますよ。頭の上で三角形です。皆さん準備よかですか。みんな準備いいかな。クマもしっかり見てますからね。ではいきますよ、せーの、熊本城。ありがとうございます。司会のお二人が一番拍手をしてくださりました。ありがとうございます。さあくまモン、みんな、頭が大きいから頭が大きいからお手手が届かないって、ちょっとでこぼれたか言わせよ。くまモン、ちょっとちょっとってそこは言わないでって言わすでしょ。ねえ、頑張ってね、三角形作ってますから。くまモン、頭一緒でしょうが。ね、お友達と一緒にね、できるしこでよかけ、お友達もね、全力で三角形を作ってくれると嬉しいです。では熊本城のポーズは三角形ではなく、なんと足も大事になります。皆さん足もですね、しっかり足を開いていただいて、両足しっかり開いてください。みんなしっかり開いて、ちょっと開いてよ。あ、え、もしかして全力全力で頑張ってる。あ、分かりました、まあ、できるしこでね、よかけんね。私もちろん開きますよ。しっかり右左としっかり構えていきます。熊本城の石垣を表しております。武者返しというね、急な綺麗なね、坂の面を表しております。で、皆さん石垣をしっかり土台を作っていただいて、熊本友達が作ってくれてるよ。しっかりね、かっこよくみんなね、熊本城のポーズを作ってくれてます。ではこのポーズが出てくる部分、熊本城のポーズを皆さんと一緒にしていきたいと思います。ではカメラをお持ちの方も一緒にぜひ熊本城のポーズお願いします。では会場にいらっしゃる皆さんで、せーのでいきますので、熊本城のポーズお願いいたします。ではいきますよ、せーの、熊本城。バッチリみんなバッチリです。ありがとうございます。さあ熊本城のポーズね、今完成しましたが、まだまだ熊本体操、熊本のいいところたくさん出てきます。さあ他のポーズ、もう一ポーズ熊本教えてもらってよかですか。せっかくなのでね、今日は危険なフードフェスタにね、皆さん来てくださってますから。さあではでは熊本、もう一ポーズよかですか。さあもう一ポーズは、よかった。はい、こちらのポーズになります。あ、みんな見えてるかな。熊本ね、よかったのポーズになります。熊本でよかった、皆さんに会えてよかったのポーズになります。では皆さんも一緒にこちらですね、ちょっと腰痛で困ってるよって方、ちょっとねこのポーズきついかと思いますが、皆さん腰柔らかくしながらですね、一緒にポーズとっていただきたいと思います。さあもちろん続きまして、あやんさん、水上清野さん、出番でございます。さあお二人に来ていただきました。ではくまモンと一緒に、よかったのポーズお願いいたします。両手を顎の下にお願いいたします。かわいいポーズで、そして左に腰をグイッと曲げます。グイッと、ありがとうございます。このポーズで、せーので、よかったのポーズでよろしくお願いいたします。では会場の皆さんも一緒によろしくお願いします。では行きましょう、せーの、よかった。かわいい
ありがとうございます。なかなか皆さん見れないポーズでございま す、ね、せっかくなので皆さんお写真をたくさん撮っていただけると嬉しいです。さあ皆さん、こちらの可愛いポーズ、よかったのポーズもしっかり、ね、曲中出てまいりますので、一緒にポーズをお願いいたします。さあでは2ポーズ今ご紹介してきましたが、皆さんこれでくまモン体操バッチリではないでしょうか。ありがとうございます。もしですね、ちょっと踊れないよって方もぜひ手拍子で盛り上げていただけると嬉しいです。ちょっと雨も降ってまいりましたので、ぜひ皆さん雨で濡れないように傘を差しながらでも大丈夫です。ぜひ盛り上げていただけると嬉しいです。さあではくまモン早速ですが、コンディションは皆さんその位置でよろしいでしょうか。ありがとうございます。そうですね、開けていただきまして、お隣の方当たらないように会場の皆さんも広がって一緒に踊っていただけると嬉しいです。さあではお友達も当たらないようにね、トマピン、エコバラちゃん、そしていつきちゃんも大丈夫かな。よし、 OK。 さあそれでは皆さん盛り上がってまいりましょう。それではくまモン体操ミュージックスタート。まずは熊本城のポーズです。ちょっとステージの方にぎゅっと集まっていただきまして、
友達が反対の方を向く形でお願いします。あ、なるほど、こういうことですね。はい、ではあゆみちゃんからお二人します。では中心の方にぎゅーっと寄ってください。で皆さんも一緒に写ってもいいよっていう方は、皆さんゲームをお願いします。なんかレアケースですね。もうゆるキャラが集まって、そうでしょうね、ねえ、プラスクマモンっていう。さあではステージ上から皆さんお撮りします。それでは皆さんよろしいでしょうか。では参ります。でも風などひかないように、はい、いや、この4人が揃うことはなかなかないですね、はい、でも可愛いですね、やっぱりね、この4体は、うん、たまらない。はい、こんにちは。僕が知ってる方かな。いつもありがとうございます。いや、僕見てましたけど、カモンがカモン体操踊れるのは当然ですけど、はい、他の3人はね、すげえ様子見てましたよね。アイドルの様子見てた、ね、特にトマピーが踊ってた。そうですね、なんか僕見よう見まねでやりましたけど、こういうステージの時きっちり体操踊れたらちょっとかっこいいですね。いや本当に、いやでもマサヤン上手でしたよ。いやもう本当、俺もうちょっとで膝が泣きそうでした。素晴らしかったです。そうですか。また今度こういう機会がある時のために練習しておきます。はい、よろしくお願いいたします。完璧に踊れたらかっこいい。ちょっとね、そう、全力でやるっていうのは、ね、はい、ちなみに、はい、くまモン以外紹介しますと、赤いのが八代から参りましたトマピンです。はい、そして一番手前にいますね、頭がバラ色のバラのキャラクターは水俣市からおいでの水俣ちゃんです。水俣市からお越しな。そしてその後ろですね、女の子はですね、今日雪村からお越しのバラバラになりやすいと。今のやっぱ関越防水と、めちゃめちゃ可愛い、はい、県南のキャラクターって感じですよね。それぞれの地域の特色を生かして、写真タイムが始まってました。あ、よかったよかった、全然撮ってください。はい、で拡散していただけたら。そうですね、2人も中の方に来ていただいて、あ、いいですね、せっかくなので、はい、では皆さんお写真撮れてますでしょうか。真ん中真ん中の方に。それでは参りましょう。ポーズ。あ、右側の方々取れてますでしょうか。では3秒カウント参ります。3、2、1。はい、ありがとうございます。ではでは、すみません、最後左側の方々、よろしいでしょうか。お待たせしました。ありがとうございます。さあ、それでは参りましょう。はい、ポーズ。さあ、3秒カウント参りますよ。3、2、1。はい、ありがとうございます。皆さんの連射の音が素晴らしいです。ありがとうございます。これは私たちのめったにない失礼します、ね、まあ僕もゆるキャラみたいなもんなんでね。そうだね、はい、同席できてよかったです。ありがとうございます。ということで改めてご紹介いたします、はい、僕に一番近いところから、水俣市のエコバラちゃん、そして五木村の五木ちゃん、そして八代市のトマピン、そしてくまモンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。皆さん、では前のお友達気をつけてください。はい、前から降りていきます。降りるのも大変だし、そう、登るのも大変でしたからね。くまモン、ありがとう。ありがとう。気をつけてね。ごめんなさい。いや、トマピンも気をつけて。気をつけてね、トマピン。おぼつけ。段差がね、こういう時の段差ってね。はい、つきちゃんも、つきむらからありがとう、気をつけて、ね、ちょっとね、バランス的に足が太いのよね。あと、あの段差にね、そうそうそう、あの足がね、あ、そうちょっと余っちゃうんで。やっぱよろけましたね。猫村ちゃんはなかなかすごい、軽く、ありがとうございました。
県内のお客さんに来ていただきまして、あー面白かった、うん、面白かったですね、キャラクターやっぱそれぞれ違いますよね、うん、そこのシーンと合わせてるのかな、そうですね、どうかな、さあ、くまモンのステージご覧いただきましたが、この後音楽で、はい、そうなんです、楽しみになるんですね。